はい、レイルエンパイアの、プレイになります。ゲーム動画になります。前回、ある程度、ある程度じゃないな。一応、クリア条件を、タスクの方ですね、クリアしたと思ったんですが、なんかうまくクリアとなったず、多分ですね、最後の、京都へのですね、シナリオの最後のタスクだったんじゃないかなと思われるものだったんですが、何か、ゲームのエラーか何かですね、わからないんですけども、クリアできなかったというところでした。それでですね、いろいろと、ゲームの、仕組みでですね、分かったところがあるので、再度スタートからやればですね、前回に比べてかなり、効率的にクリアできるのではないかなと思うので、そのやり方でちょっとチャレンジをしたいと思います。では、シナリオのこちらですね、ライジングさん。こちらを進めます。前回同様、これじゃないな。これは何したっけ？普通のやつな。鉄道ネットワークはシンプルにしました。これでスタートしま断固たす。るリーダーシップと規律が俺を選ん綿密な計事業計画か。どこかにあったはずなんだが。私の部下には素質がありませんの。今回はこのキャラクターで、やっていこうと思います。我が国へでは、ようこ早そ。速、来ていただけて光栄だ。スタートします。私は岩倉具視。天皇陛下の忠実なるしもべだ。東京、千葉のルート殿下で。は先を見通した賢明なご決断を下された。日本帝国は西洋に倣って技術的進歩の道を歩むことになるだろう。この戦略が実を結ぶには助けが必要だ。君のような日本の鉄道に知識をもたらしてくれる人間の助けが。君にはこの難しい黎明期に我々の指導に当たっていただきたい。勝手ながら助言が必要な課題をすでに書き出させてもらった。機関車が線路をものすごい速さで走る光景は圧巻だ。いつか日本でもあのような驚くべき機械を作る日がやってくるだろう。まずですね、千葉を発展させようと思います。東京が帝国の都となってまだ日が浅い。鉄道の存在が近代都市としての東京を強調しているのは喜ばしいことだ。
まず千葉の2つの産業を接続しました。で、次にですね、横浜、横浜と東京を結びます。で、東京横浜をつなぎます。で、次に横浜のタコですね、ビジネスを横浜に接続します。これで金がちょっとなくなりかけてるので、借りまして、もう一個ビジネスですね、米のビジネス産業を購入しまして、千葉の、発展をさせるためにですね、
今自由供給量が60に近いところまで来てるので、もう一本ですね、鉄道を増やしましたので、これで多分 60% を超えると思います。そうすると人口が増えていくという形になります。あと東京千葉路線ももう一本開通させておきます。これでほぼ、超えることは確実ではないかなと思います。横浜もですね、米をもう一路線送って、発展させる方向で進めたいと思います。お金もある程度貯まったので、次に埼玉路線、東京埼玉路線と埼玉横浜路線を開通させます。あ、そっか、つながってないんだ。ここですね。つい最近まで輸送に数日かかっていたのに、今では数時間で済むとは素晴らしい。横浜千葉路線を作りたいと思います。これで千葉が、タスクの条件をクリアする、1万6500円を超えました。あとは横浜ですね。
そうしましたら、このですね、この藤木農場路線を通る、列車がですね2本あって、これをですね、千葉に行ってるものを横浜にしたいと思います。それからタコ、このタコのやつも横浜に行かせたいと思います。こうすることで、ちょっと千葉の発展はここで一度止まりますが、優先して横浜をですね、大きくするということをしたいと思います。埼玉はですね、特に埼玉をもっと力入れようと思ってなかったですけど、伸びてますね。千葉はまだまだ伸びてます。で、借りるとすると、一度これを返します。返済して借りると、プロモーター来ましたね。で横浜、はい、横浜が成長路線に入りました。埼玉は麺の需要があるので、東京からですね、麺が行くという形なので、で、
この米のビジネスを購入します。このビジネスを購入したので、ビジネスの規模を拡大します。借金をしてでもビジネスの規模を大きくして、でここからですね、需要のあるところに資源を送っていくと。でこれが次はいくら？ 30 万。かなり規模を大きくしました。ここは今、埼玉に送れば、麺が作られます。でそして横浜に送れば酒が作られます。でその酒と麺は、東京ちょっと東京も、需要がありますので、東京、埼玉、横浜間の、輸送の時に送られて消費されるという形になります。ではもう、横浜が成長したので、先ほどのこの路線のですね、横浜路線はルートを変えます。横浜まで行かなくていいので、次はこの東京に行かせます。で次にこのタコの横浜路線も横浜ではなく東京に行かせます。それからこの、ここの米も東京にも送るようにします。先ほどまで、横浜に集中していた物資を送りつけるというものをですね、東京に
変更しました。で、東京は需要がですね 47% と比較的低かったんですけども、今、送ったことでですね、多分、かなり、集中してくるので、ちょっと待つとここが60を超えてくると思います。横浜の成長が止まったみたいですね。埼玉はまだ伸び続けてます。千葉も伸びてますね。そうしましたら、またこのビジネスを購入します。田んぼを購入して、ビジネスを拡張します。補給灯を作っていきます。東京が成長の状況になりました。需要が 60% を超えたので、
16500が、タスクの条件になってまして、もうクリアしますね。それで、1つ目のタスク群はクリアすることになります。これらの都市が近づいたように、はい、タスクをクリアです。日本のすべての地域をつなげなくてはならない。そうすれば未来への道を開くことができるだろう。初の鉄道とは非常に感慨深いものだ。天皇陛下もこの飛躍的進歩を喜んでおられる。君には北部へ事業を拡大する許可が下りている。はい、これで、新規のタスクを、受け取りました。次のタスクは3カ所のエリアへのアクセスを確保しようということと、15万人の鉄道ネットワークをつなげよう、輸送ということですかね。で、四半期で乗客利益を25万ドル上げようということです。これでですね、今終わったのが1870年の12月ぐらいなんですね。で、この前のタスクは、1873年までにこれをクリアすればいいよというものでした。つまり相当早くにクリアできたわけですね。で、次のクリア状況も1874年までということで、かなり時間的余裕があります。ということでですね、ここで一回セーブしまして、この動画は終了になります。かなりスムーズに、クリアできる、ところを見てもらえたと思いますので、まあ、今まで出した動画の中で一番、短期間に、ゲームの仕組みを、クリアをするための、仕組みを勉強するというか知ってもらうことができる動画だと思いますので、この後のも含めて、見ていってもらえればと思います。ご覧いただきありがとうございました。